これはラトルバックという物理おもちゃです。時計回りに回転させるとガタガタと振動した後半時計回りに回転します。一見核運動量が保存していないように見えます。この動画ではこの不思議な動きをするラトルバックの仕組みを解説します。回転の向きが変化する中間の状態はこの縦揺れです。 縦揺れが回転に変化するところにラトルバックの秘密があります。ラトルバックはこのようにボートのような形をしています。しかし、裏返して方眼紙の上に置いてみると対称な形をしておらず、ボートの底はこのように歪んでいます。では、このように縦揺れしていて、その揺れが最大の瞬間を考えてみます。 ラトルバックと机は1点で接していますが、その接点を含む断面はこのようになっています。ラトルバックには2つの力が作用しています。そのうちの1つは重力であり、すべての重力は重心に作用すると考えることができます。もう1つは机から受ける力で接点に作用します。この2つの力はラトルバックを 画面上で時計回りに回転させようとします。回転すると重心は画面で右に移動します。重心を右に移動させる力は接点でラトルバックに作用する右向きの摩擦力です。青の矢印は正確には床からの垂直抗力であり、この垂直抗力と摩擦力の合力は床から受ける力です。今の話を 上から見た写真で確認してみます。縦揺れで右に傾いたとき、接点でラトルバックに作用する摩擦力は画面で上向きです。左に傾いたとき、ラトルバックに作用する摩擦力は画面で下向きです。縦揺れでどちらに傾いても摩擦力はラトルバックを半時計回りに回転させようとします。これがラトルバックの仕組みの 最も重要な部分です。